1分で VTuber 紹介してみた。今回紹介するのはモノクロバーチャル YouTuber の白いクロナさんです。天使と悪魔が合わさって生まれてきた生い立ちに似合った、どことなく神秘性を感じさせる外見が特徴的ですね。声も舌足らずな感じが幼さを感じさせる癒し系で、見た目と合わさってなかなかのハートキャッチ力を発揮されています。まだ活動を始められたばかりで、自己紹介動画1本のみが上がっているばかりですが、歌ってみた動画やゲームの実況プレイ、お絵描き配信などをしてみたいとのことなので、今後の白いクロナさんの活動に期待が高まりますね。それでは白いクロナさんの自己紹介動画を少し見てみましょう。皆さんどうも、おはこんばんにちは。モノクロバーチャル YouTuber の白いクロナです。今回は自己紹介をしたいと思います。まずクロナは天界と魔界からやってきました。でも天界とかでいじめとかあったので人間界に来ました。人間界はとても優しい人ばかりでよかったなって思います。いかがだったでしょうか。まだ活動を始められたばかりの白いクロナさん、ピンときた方はぜひチャンネル登録をして今後の活動を期待して待ちましょうね。それではまた次の紹介でお会いしましょう。お疲れ様でした。1分で VTuber 紹介してみた。今回紹介するのは音楽系 VTuber の由井原優希さんです。 DTM をやっていらっしゃるとのことで、自作の曲を作り PV 風にして投稿されています。肩書きに恥じない、音作りに対して実践的、活動的な姿勢に好感が持てますね。無料ボイチェンの比較や ASMR に関する検証など、音に関する動画や自作された曲を投稿されています。また、VTuber の登竜門と名高い、某つぼおじさんのゲームを罰ゲームありでプレイした動画を投稿されるなど、音楽だけでないエンターテインメント性を兼ね備えていらっしゃいますね。それでは、由井原優希さんの ASMR に関する動画を少し見てみましょう。どうしたのお兄ちゃん、こんな時間に私の部屋来るなんて。ああ、わかった。今日お昼寝したから眠れないんでしょしょうがないお兄ちゃんだな。じゃあいつもみたいに耳元で羊さん数えてあげるね。いかがだったでしょうか。これからも音楽に関する動画をたくさん出して行かれるでしょう。由井原優希さんに興味を持たれた方は、ぜひチャンネルの方に行って他の動画も見てくださいね。それではまた次の紹介でお会いしましょう。お疲れ様でした。1分で VTuber 紹介してみた。今回紹介するのは、情報生命体なでしこ VTuber のシオンさんです。確認できる中では4月から YouTube 上での活動を始められており、コンテンツ量が豊富です。チャンネルの方も再生リストなどがきっちりと整理されていて、視聴される方への配慮が行き届いていますね。活動としては見応えたっぷりな60分以上のコンテンツが多いです。スプラトゥーン2やフォートナイトなどゲーム配信コンテンツが充実していますが、それ以外にもモデリング生放送や視聴者をいたわる雑談放送など様々なコンテンツを運営されています。それではシオンさんの緊急時に関するお願い動画を見てみましょう。今回は緊急時の対応につきましてのお願いの動画になります。緊急時というのは災害や事件などがあった時のことですね。もし生放送をご覧いただいている中でそのようなことが起きた場合は、速やかにチャット欄の書き込みを中止し、動画を閉じ、ご自身の判断で行動してください。皆様のご安全のため。いかがだったでしょうか。シオンさんは今回紹介したこと以外にも、仲のいい VTuber さんと家族のような絡みをされているなど、紹介しきれない部分の多い方です。ぜひ一度シオンさんのチャンネルでいろいろなコンテンツを体験してみてくださいね。お疲れ様でした。